どうもこんにちは、春代理メンバーの稲山です。西です。はい、ということで今日は元リクルート採用責任者で今人材研究所の代表されている曽和さんに10月の動き方を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。株式会社人材研究所というですね、人事のコンサルティング会社の代表をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今10月なんで、サマーインターン終わった後で中だるみしたりとか、あとここから動き出そうかなと思っている視聴者の皆さんいらっしゃると思うので、どう動いていけばいいか聞いていきたいと思います。今までサマーインターン行ったかどうかっていうのはここから10月の動き方に関わってくるんですか？もちろんサマーインターンでもう採用しちゃうようなメガベンチャーとか外資とかあるじゃないですか。そうなってくるとちょっと違うんですけど、基本的にはあんまり行ったかどうかって関係ないですね。ここから秋冬インターンとかも結構あって、12月ぐらいにもう一回ピーク来るんですよね。12月とかでも、6割かそれぐらいの学生はインターンに行ったりとかするので、夏インターン行ってなくてもまだまだ大丈夫ですか？全然大丈夫です。じゃあまだピークに間に合う。はい、ただ10月、何したらいいですか？全部で5つぐらいあるかなっていうふうには思ってます。例えばまず1つ目は、秋冬インターン悪いこと言わないから行きましょうっていう感じですね。多分今年は去年よりも就職活動早くなるっていう感じで、某大手企業とかの話とか聞いてみても、もう3月までに全部終わらせたいみたいなことを言ってるようなところもあるので、秋冬インターンなんていうのはもうインターンの顔をかぶった採用みたいな感じになってる可能性もあったりとかするっていうこともあって、秋冬インターンは必ず僕は絶対行った方がいいと思います。もう特にこのような早期化が進んでいるような中においてはですね。2つ目は何かっていうと、無線工のやつとかそういうのでも行っといた方がいいと思います。インターンって参加することに意義があるじゃないですか。だからまずは半分ぐらいは無試験だったりとか、そういうようなところで、まず参加しましょうと。でただ面接がそろそろもう迫ってきますよね。志望企業によってはもういきなりね、その面接全然経験していないのに初っ端が第一志望ってまずいでしょ。結構めっちゃまずいです、ね、めちゃまずいですよ、ね、もうなんなら行きたくないとこだったら落ちたっていいじゃないですか。だからそういう意味で言ったら、2つ目は面接の練習をそろそろもうやらないと遅いですね。で3つ目はですね、中小ベンチャーもちょっと目向けた方がいいんじゃないかというふうに思ってまして、というのは練習の場って言ったら中小ベンチャーさんに怒られるような気がするんですけど、彼らは来てくれるだけで嬉しいんですよ。なんなら来てくれるんだったら俺たちの力で口説いてやるぜぐらいね思ってるんで、別にそこは全然気にする必要もないです。なんならそこで運命の出会いもあるかもしれないっていうのがあるっていうのと、あともう一個はですね、中小ベンチャーの僕ね、かけるインターン行った方がいいと思うんですよね。かけるインターン、中小ベンチャーのインターン、中小ベンチャーのインターン。でなぜかというとね、例えば電通行きたい人がいるとするじゃないですか。で電通のインターンを受けて、でもそれはちょっと夏に落ちちゃいましたと。でも広告業界行きたいね、本選考でも電通受けたいと。で広告業界のことを知りたかったら、広告のベンチャーとかに行ったら元電通とか元博報堂とか元 ADK とかいるんですよ。そこにそういうところで働いたら電通のこと教えてもらえるかもしれないし、なんなら今って企業ってリファラル採用って言って、その社員とか内定者の紹介で人集めしてるわけですね。でなんならその OB とかからの紹介っていうのも結構あったりするんですよ。新卒でもリファラル採用ってある？全然ありますよ。だから中小企業を、もうねそろそろ見ましょうっていう。で大体ねみんな大企業終わってからベンチャーって言うんですけど、大企業終わってからのベンチャーは知らないとこばっかりですよ。知名度の高い人気ベンチャーはもう大企業と同じスケジュールで進むんで、もう半々ぐらいでやった方がいいぐらいと思ってるんですよね。まず中小ベンチャーにもそろそろ目を向けましょうっていうのが一つですかね。で4つ目としてはですかね、これはやっといた方がいいと思います。悪いこと言わないんで、もうこれはやっときましょう。